記者のママチャンネルへようこそ。高城亜希です。ちょっと今回から新企画というか新しい試みで主婦の合間時間を見つけてのトークをしていきたいなと思っています。まあね、運転しながらなんでトークがこう途切れというようになったりもするんですが、安全第一でやっていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。でまずどういうことを話していこうかなと思ったんですけど、一番最初の質問はインスタグラムの方で募集をさせていただきました。でこの子供の送り迎えの時間だったりを有効活用して YouTube をどんどん撮っていきたいなということでやってるんですけど、これからの質問とかはこのトークをしている動画のコメント欄に質問とか書いていただければ、そこから拾ってトークのテーマにさせていただけたらなと思っております。それではスタートです。というわけで、まずはですね、子供関係のことが結構多かったですね。トイトレどうしましたか、どうしてますかっていう質問をいただきました。でうちのじゅんくん今年少さんで、トイトレ完了したのは4月ぐらいですね。ちょっと時系列がちょっと難しいんですけど、じゅんくん今回年少さんに上がる前でお引越ししまして、パパの移籍に伴うお引越しをしまして園が変わりましたね。そこで静岡に来てから幼稚園に入園するということだったんですけど、ちょっと保育園もいろいろ探したんですけども、入れる枠が全然なくって、幼稚園からってなったので、1月から、4月入園までは自宅保育と一時保育を利用してやってました。でその時にトイトレをどうしてたかっていうと、前の園で千葉にいた時ですね、千葉にいた時でも園でトイトレをしてくれたんですよ。でトイトレしてて、まあめちゃくちゃ毎日おもらしのズボンパンツは帰ってくるんですけども、パンツでやっぱりその方が感覚が分かるみたいな感じなんで言ってて、成功することもあるし、でもまだお話がね、やっぱ3歳になる前になったぐらいでまだ教えてくれるまではいかなかったっていうか、純くんの場合はなので全然トイトレ進んでなかったです。11月生まれなんですけど、純くん3歳11月になった時も全然トイトレ完了じゃなかったです。中にはその園の中で、純より2、3ヶ月生まれが早い子でも3歳になった時にトイトレ完了してますみたいな子がいたので、やっぱり個人差はすごいあるのかなっていう印象ですね。トイトレどうしていったかって言ったら、引っ越し作業に、私一人で引っ越し作業をしてるのでかかりっきりで、トイトレに手が回らなかったっていうのが結構大きなことなんですけど、手回らなくてリセットされました。園に通ってた時は、トイレ、先生とそのトイレのタイミングでトイレに行ってトイレできるようにはなってたんですけど、全然トイレできなくなっちゃって、引っ越しの作業とか、正確に言うと園ではトイレできてたけど家ではトイレできないっていう状況がもうほとんどだったんですね。トイレはもうめちゃくちゃ失敗の繰り返しです。トイトレ失敗の繰り返しで、幼稚園も結構様々で、幼稚園によってはトイトレ完了させてきてくださいねっていう園もあれば、いやトイトレはもう個人のペースなんでゆっくりこっちでやってきますんで大丈夫ですよみたいなところと、私が調べた中にはトイトレ完了してないとそのトイレなんかプラス何円かかりますよみたいな園もあったんです。それはなんかびっくりしちゃったんですけど、いろんなそのトイレ事情にこういろいろな縁がありまして、ジュンがこう行くことになった縁は、トイレはこっちで結構みんなでやったらできるようになるんで、そんなに無理やりトイレトイトレしなくても大丈夫ですよみたいな感じで言ってもらえてたんですね。だから私もすごく気が楽に1月から4月まで過ごしてました。で家では本当にまずトイレ行こうよって言ったら嫌だって言われて、トイレ行こうよ嫌だ、トイレ行こう嫌だみたいな、でしゃーみたいな、もうトイレ行ったら、ね、行けたらよかったよね、かっこよかったよねみたいな、親の気持ちとしてはそんなところで収まらないんですけど、そういうことがずっと続いたんですけど、そうですね、園に通い始めてやっぱり幼稚園とか友達のパワーってすごいんだなっていうのを改めて実感しました。幼稚園の先生とお友達パワーめちゃくちゃすごいです。あんなに1月から4月まで頑張ってたトイトレ
4月入ったらあっという間に終わりました。本当にあっという間です。で家でも、まあ、あのオムパンパンツの上におむつ履かしたりとかして過ごしたんですけど、あのオムパンでも漏らさなくなったし、もう一気に4月入って、だから4月の中旬、まあ、上旬に入園式して、まあ慣らしみたいなのがあって、もうあの4月中にトイトレ完了しました。トイレおむつ取れました。みんなもパンツで行ってるから、パンツで行きたいっていう気持ちも本人的には強かったみたいで、結構張り切ってトイトレをしてくれました。なのでこうトイトレどうしましたかっていうこう質問なんですけど、結果私トイトレほとんど何もしてませんみたいな感じですね。まあ声掛けでこう起きたタイミング、起きたタイミング全然順位いってくれないから、起きたタイミングで声をかけてみる。その後に2時間おきぐらいに声をかけてたんですけど、結構聞きすぎてトイレ嫌だって言われることが多かったんですね。嫌だ、行かないみたいなことが多かったんですけど、なんでトイレに行くっていうことを習慣づけて、別にトイレが嫌じゃないことっていう風に覚えたことって、あとはスッキリする濡れないことがやっぱり一番みたいな感じになったので、本人的にはそれが多分トイトレ幼稚園通い始めてできる自信にもなったし、それまでなんかおむつパンツとか履かせてたんですけど、トイトレするには私の個人的感想ですけど、個人的には普通のパンツがいいかなって思います。なぜかっていうと、ちゃんと濡れてる感覚がわかる。これ何層にもなってるトイレパンツ、あのおしっこシャーでしてなんかママしちゃったって言ってくることが少なかったです。なんか濡れたなみたいな、おむつが濡れた感覚と一緒みたいな感じっぽかったんですけど、普通のパンツになると完全におむらし、あのズボンからこう足下だって気持ち悪いみたいな感じが分かったみたいなんで、毎回そのパンツになってからおむらししたら言ってきました。ママトイレしちゃったよって。おむつパンツなんかこう何層にもなってる時にはこう気づかない時も多かったですね。なのでトイトレには、まあ、おむつパンツとか持ってきてくださいってとこもあると思うんですけど、私は個人的に、じゃあ次シー君トイトレしようかなっていう時には、多分おむつパンツは買い足さずパンツで一択で行かせると思います。はい、そんな感じのちょっとトイトレトークをいたしました。まあ、こんな感じでね、ちょっと隙間時間を見つけてドライブでのトークになっていくと思うんですけど、ちょっとね、あの主婦の小話的な秋ちゃんの小話をこうしてしていければなと思っています。というわけで今日も最後まで動画見てくださってありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。またね、バイバーイ。